高級ジオマルドンをパラパラと指先から散らす独特の塩振りポーズで知られる塩振りおじさんことトルコ人シェフのヌスレットギョクチェ彼がオーナーを務める高級ステーキハウスヌスレットのロンドン支店を訪れた来店客が驚愕のお会計をネット上にさらし話題になっている同店はドバイやアメリカなどで 複数の店舗を展開しており、今年9月には、ロンドンの一等地ナイツブリッジにも新店舗をオープンした。そんなオープンしたばかりのロンドン店で、食事をした4人のお会計は、なんと580万円以上。一体何を飲み食いして、そのような天文学的な金額になったのか高額だったのは、まず、 希少性の高い厚切りのトマホークステーキを金箔で覆ったゴールデントマホークという商品でお値段は約13万円その他副菜なども頼んでおりブロッコリーのソテーは約2200円アスパラガスは約2900円フライドポテトは3つで約4700円とお高いまたドリンクも レッドブル一杯が約1700円もする注文はまだまだ続く伝統的なトルコのデザートバクラバも一切れ約4000円さらに金箔がついたものは一切れ約7900円彼らはこれらを合わせて20切れも注文しておりデザートだけで94000円以上にもなっている しかし、4人が注文した中で何よりも高額だったのは、ヴィンテージワインだった。1996年のペトリウスワインは、1本約143万円。2003年のペトリウスは、さらに高い1本、約156万円で、彼らは、これを2本も注文している。このように豪快に飲み食いし、 15%のサービス料金が追加されて、お会計は約580万円超えに、当初、このレシートはスナップチャットに投稿されただけだったが、誰かがスクリーンショットを撮り、その画像は世界中に拡散されている。同店はオープンから間もないが、あまりに高い価格設定に、ぼったくりだ。との声も上がっている。しかし。か AC ミラーによれば来店客のレビューは賛否両論約1万6,000円もするゴールドバーガーにジューシーさはなくどこにでもあるような普通のバーガーだったと酷評するものもあれば一方で金額に対する文句の声にこの店が高いのは最初から分かっていたはず。 高いと思うなら行かなければいいだけのこと。私は満足しました。などと擁護する声もあるようだ。どうやら今のところ客足は順調の模様。ヌスレット・ギョクチェは独特の塩振りパフォーマンスが数年前にミームになりインターネット上で人気になった。最近は塩振りに加え 肉汁たっぷりであることを強調するパフォーマンスも行っておりそちらも話題になっている彼の料理の技術はさておきソーシャルメディアと相性がいいのは間違いなさそうだ